はい、ヨニアンです。今日はね、ブレードサーバーの、こういうね、拡張、こういう拡張ボードっていうものがあるんですけど、そういうものをね、今から紹介っていうか、していきたいなと思います。で、ブレードサーバーの拡張ボードだけちょっと、あるところからね、ちょっともらいまして、どこかは言いませんけど、もらいまして、こんな感じで拡張ボードだけど、こんだけ、バカみたいにあるんですけども、今日はね、それの、一部っていうことで、これの上の部分、この3つですね、この3つのみを紹介させていただきます。で、これはちなみにこいつら、ここの拡張ボードは、HP の、ブレードシステム C3000 エンクロージャーっていうやつがあるんですけども、そのやつにぶっ刺せば使えるものとなっております。とこんな感じのやつですね。で、エンクロージャーがね、エンクロージャーをもらうことはちょっとできなかったんで、悲しいことに。そういうこともありまして、拡張ボードの、紹介しかできないんですが、そこのところはご了承ください。ちょっと将来的にはブレードシステムで、そのエンクロージャー側の部分ですね、これを入れる側の部分が欲しいなとは思っております。で、一つずつね、じっくりと紹介させていただきますよ。じっくりとね、こんなんを多分紹介してる人あんまいないと思うんで、興味持っていただければありがたいなと思います。まずね、一つ、完全にはちょっとわからないところもあるんで、そこら辺をご了承ください。まず一つね、こいつですね。はい、こいつ何だと思いますか、これ。はい、こんな感じのやつですね。はい、後ろはこうなってます。これはこんな感じで、こいつはILO ですね、HP の、ILO っていう、ものがあるんですけども、ILO という管理スイッチ、管理系のやつがあるんですけども、それの拡張ボードですね。で、ここで、ここに書いています通り、はい、パソコンにつないだりとか、出したりとか、こんな感じでやりますね。これ、何で使うんですかね。ここにボタンがあります。どうやって使うのかわからないんですよね、正直なところ。ちょっとね、皆さん、この中身開けてみたいでしょ。ちょっと今から開けてみます。じゃあこれ開けてみますね。これですね。はい、ネジ回しマイナスのやつを使って開けます。あれ？あ、痛い。多分これ開くと思うんですよね。これ開けたことないんでわかんないんですけど、開封動画ですよ。これこそね、これこそ真の開封動画って感じですけど。意外とシンプルですね。こんな感じの、こんな感じになっております。これよくわかんないんですけど、やっぱり結構少ないですね。こんなに少ないんですね。ちょっと初めて、初めてです。これ、中身の初めてなんで。こうなってますね。こんなん大好きだと思います、皆さんね。こんな感じです。はい。簡単に言うと、これは、ILO スイッチっていうのは、管理系のやつ、管理系のポートとか、多分おそらく、管理ネットワークとかにつないで、一括管理できるよっていうようにする、やつなんで、こんな感じのやつです。なんで、ここっていうよりかは、グレードサーバーの、拡張、管理用のボードみたいなやつがあるんですけど、そこに、集約されてるってところがあるんで、多分これっていうよりはそっち側ですね。で、これはちょっと待ってください。これどうやって閉めた。はい、これ元通りですね。はい、次行きましょう。次は、これですね。HP C3000 デュアルオンボードアドミンモジュールということで。はい、こんな感じです。はい、これね、パチンってやったらこうで、ね、こう引っ張ってね、エンクロージャーからこんなふうにガチャンって刺すことができます。刺したり抜いたりすることができます。でも CR ポートがありまして、こちらに USB でリセット。
で、まあここはこんな感じで、なんかの形に似てそうなんですけど、PCI に似てなくねってちょっと思う。ほんま、PCI に似てる、こっち PCI に似てるような匂いもしますけど、まあちょっとそこら辺わかんないです。もしかしたら、そうなのかもしれないです。ここをバカッと開けてみますと、ティッティッティッ。ほら、これですよ。やばくないですか、これ。これ、やばいでしょ。情報とかこれですからね。でここ見てもらったの分かるんですけど、面白いのは ATI1000、 ATI の ES1000 って書いてるんですよね。これってグラフィックチップなんですよ。あの富士通 の、 あの TX100S3 っていうものを自分持って、あのあちら、あちらの方にね、あのああれです、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 あちらの方にあるんですけども、あのそれと同じグラフィックチップ、まあ、チップ、あの、まあ、クソ古いチップなんですけど、あの、まあ、クソ性能悪くて、まあ、コマンドさえ出せればいいやっていうチップなんですけど、そういうチップをなぜここに入ってるんですよ。多分、まあ、これが多分管理用のモジュールだとは思うんですけど、まあ、こんな感じになってます。いや、すごいですね。で、ブロードコムのなんかチップも入ってますし、すごい、なんかパワー PC のなんか謎チップ入ってますし、これやばいですよ。で、これ多分サムスンのなんかメモリーなんですかね、これ。ちょっと分からないです。ちょっと間違ってるかもしれないです。で、このブロードコム、ブロードコム入ってました。この謎チップね、入ってますし、あ、これもブロードコムですね。これもブロードコム。で、これなんか USB のあれなんか、あれなんか、これ自作 PC で見たことねえって思えてきそうなやつもあったりと、なんかいろんな、こんな、いろんなものがある。いろんなものがある。はい、って感じですね。こんな感じですと。で、さあ次行きましょう。次は、まあ、最後になりますが、次はね、こいつですね。これ何なんですかね、次は。これはね、はい、これも同じように抜き差しでいけるやつですよ。はいはいはい、これあれですね。これ、ね、こんな感じになっております。で、こんな感じで、こんな感じですね。でまあ、ここで、ね、これ面白くて、ここ見てもらったんですけど、わかるんですけど、これなんか真っ赤の見えないな、これ。ピント、あい、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あした、来た来た。ほら、シスコ。シスコシステムですよ。で、これ WS。WS ってなんかどっかで聞いたことねって なんか思っちゃいますよね。なんか WS。CBS3200。なんかこれ、3020。なんかこれシスコっぽいな。これ、まあシスコなんですけどね。まあ、シスコのモジュールです。ここに書いてます。はい、WSCBS とかってますと。で、シスコシリアルナンバーとかもありますし、iOS バージョンもあるんで、これも、あの、シスコのモジュールと。やばいですよね。で、これまた中ね、あの、開けますね。中開けるとね、また面白いんですよ。これは、ほら、見てください。開きましたよ。開きました。はい。シスコ、シスコ、シスコ。やばいでしょ。ね、シスコのチップが入ってるんですよ、ここに。んで、ここにブロードコムのチップが入ってたりとか、なんか、あの、IDT、なんか、これよくわかんないですけど、こういうチップが入ってたり、シスコシステムの。ね、ここにこういうのが入ってきたりとかしてください。こんな感じで、あれですね。後ろはこれ、こんな感じが、ちょっと出してます。で、まあ、こんな感じの、まあ、今回は、その、ブレードサーバーの拡張ボードの紹介って感じですね。で、まあ、それは、まあ、これは第1弾なので、第2弾もあります。あとまだ紹介しないですがね。どんどんね、それも紹介していきたいなと思います。が、まあ、2つ目は、同じモジュールもあるんで、これもう1個同じのあって、あとの2つも同じモジュールなんで、あんまり説明するところはないとは思うんですけど、まあ、まあ、第2弾っていうか、まあ、これは、まあ、1回目っていうことで紹介させていただきました。いや、エンクロージャー欲しいね。C3000 のエンクロージャーマジ欲しいですね。レシピの。まあ、どこに置くねんって話なんですけど、ただでさえもうね、あそこにね、ラックサーはちょっとちらっと見えてると思うんですけど、もうあいつらもおったりするんで、まあ、置く場所がないし、床はマジで抜けそうってところはあるんですけど、まあ、そこら辺はね、って感じはあるんで、まあ、またね、ちょっと気合い入れて、まあ、いろんなことやっていきたいなと思います。
で、まあ、今回はその、まあ、C3000 円プロジャー、まあ、C3000 円だけじゃなくてもうちょっとグレードの高い C5000 か C6000 か忘れましたけど、まあ、それの HP の拡張ボードって言ったんですよね、拡張ボードの紹介でした。ありがとうございました。それではまた第2弾やるんでよろしくお願いします。